田中麗奈、田中麗奈、田中麗奈、1989年11月11日体は、日本の歌手、元アイドルで、ガールズバンドラベンド、ラベンダーのボーカル及びリーダー、モーニング娘。の、元メンバー、ロッ期。イメージカラーは水色。本名は、田中麗奈。女優の田中麗奈と本名の同一表記による混同を、避けるため、名前をひらがなとする。 田中麗奈の表記を用いている。福岡県福岡市東区出身。血液型大型。身長1 5 3 4センチメートルアップフロントクリエイト所属。 2001年、2003年、2004年、2006年、2007年、2008年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年,年、2016年、2017年、2018年。7歳離れた弟がいる。田中はモーニング娘。への加入が決まったことで、母、弟と共に上京した、父は福岡に残っている。 好きな食べ物はブロッコリー。嫌いな食べ物は納豆だったが、ハロー。モーニング。の鎌倉ロケなどをケーキに口にするようになり、キムチと混ぜることで食べられるようになったという。酒とタバコを嫌う。モーニング娘。新メンバー決定特番2003年1月19日で、初めてメイクをしてもらっていた時、当時中学1年生ながら、 目がつり上がるからあまり髪を引っ張り上げないでと注文を、出した。矢口真理はそうした、田中の素直な性格を褒めており、石川理香も、表現がストレートなこと評している。猫好きであり、猫を飼っている。福岡県出身の芸能人や業界スタッフが、集まる、福岡界のメンバー。福岡会という名称の集まりは、複数存在するが、加入者が一番、多大板森。 小松正浦が主催となる会のメンバーである。毎年開催されているが、あまり出席できていないという。友人として、スキャンダルの春名を挙げている。理想の男性は、白博氏。モーニング娘。以外になりたかった職業は、美容師。また、モーニング娘。に、再び加入するならば、ロッキー以外では4期に入りたいという。ジュースイコールジュースの高社ゆきは、 尊敬する先輩として、田中を挙げている。漫画、昨べは、お楽しみでしたね。近代一連十郎、ヤングガンガン。2014年6月20日タイのヒロイン、五郎さんは、田中が、モデルになっている。荒垣理沙とは一時期関係がギクシャクし、約1年間会話を交わさない時期があったが、2011年秋のミュージカル、リボーン命のオーディションでダブル主演を務めたのを、 きっかけには開始という。これについては2012年5月18日に行われたが垣の卒業コンサートで公表している。田中はモーニング娘。を卒業する意思を自ら示し、その後の進路についてはプロデューサーのつんくからバンド活動を提案されたことで決定した。当初、田中が希望していたのは歌って踊れるユニットだったと言い,い、 様々な人に卒業後の進路について相談したという。田中の変化について道重は、基本的には強がりだが、モーニング娘。加入当初は弱い部分を見せ、飯田香織が卒業した時には号泣していた。高橋愛がリーダーになった頃からは全く弱音を見せなくなった。強くなったと思っていたが、田中の弱い部分を引き出せる。 田中のもっとみんなと馴染みたいという気持ちを理解できるバーがいなかった。そうした状況を十期メンバー、とりわけ佐藤祐樹が変えてくれたと述べている。田中は佐藤からタナサタンと呼ばれており、佐藤のタナサタンという呼び間違いを田中は美少女戦士、セーラームーンの登場人物セーラーサターンの響きと似ていてかっこいいと感じ、佐藤にそう呼ぶよう自ら伝えたという。 田中は、つんくについて気が強く、自分の意志を曲げない私が、周りとうまくいかない時などは、どこからか情報を聞きつけ、連絡をしてくれた。そんな彼にはだんだん心が開けて、人に相談できないことも彼にはできるようになった。モーニング娘。卒業後について、彼から聞かれ、福岡に帰りますと答えると、それは、もったいない。考え直してと止めてくれた。 説得のメールが何度も来た。今、帰ったら、あかん。そうして、私のために、バンド活動をするというレールを引いてくれた。あの時彼が福岡に帰ろうとする私を、止めてくれていなければ、芸能人としての今の私はここにいないと。また、田中のソロ楽曲である、ロックの定義については、歌詞を見て、誰にも見せていない本当の、田中麗奈の姿が書かれていて、 作者である彼が自分をちゃんと見てくれていたのが嬉しかったし、すごく愛を感じたと述べている。つんくは田中を顔はヤンキー、心は優等生と評しており、一方でそこが彼女を苦しめていた部分でモーニング娘。を卒業した先では、これまでの田中麗奈のイメージを壊していって、C と述べている。また、田中には素質として後藤真希のようなスター性や、 浜崎あゆみのような女王としての貫禄があると表している。その他、アップフロント系のイベントなどに出演。また、FC 限定ソロイベントを開催。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。